こんにちは、モスマンです。ちょっとマイクまだ届かなくて、今日もこのマイクでお届けします。もう、大箇所直前、もう直前になってしまいましたが、一応、僕、だいぶオークスのシミュレーションをしましたので、オークスの、レースの展開予想をしてみたいと思います。まずオークスなんですけども、ペース、おそらくそこそこ速いと思います。引っ張るのは、やっぱり人気してるコントラチェックとジョディ、この2頭だと思いますね。コントラチェックのレース全部チェックしました。で、今回ね、本当にかなりレースを見直して、見直して、見直して、リサーチしたので、まあ、動画作るのこんなに遅くなってしまったんですけれども、かかる馬がやっぱり多いなっていう印象。そして、ジョディとコンタラチェックは両陣営がおそらくどうしても行きたいと思いますね。両方とも1枠と3枠、あ、2枠3番ってことで、内枠引きましたしね。これはもうどっちも行きたいと思います。コントラチェックは2戦目のサフランショ、レッドアネモスに競り負けたレース、ここで控えてる競馬してますが、思いっきり引っ掛けてますよね。2番手で口割ってね、すごかったですね。怪獣みたいになってましたね。あれを見るからにはですね、やっぱりこの馬現状行きたいはずですね。で、兄弟もね、上のムーンクエイクかな、KO ハイスプリングカップ勝った馬ですね、去年か。あの馬、去勢されてた戦馬ですけど、今見たら、兄弟上4頭、オスは全部去勢されてるんですよね。ってことは、この馬のお母さん、リッチダンサーの子供たちって、多分相当気性難しいのかなっていう想像ができるわけなんですけど、コントラチェックも、逃げてるレースは、差してかからずにね、スムースにいってますが、結構ね、どのレースもいいペースで、飛ばして逃げてる、溜めて溜めてのスローな逃げじゃなくて、結構いいペースで飛ばしてるみたいに、やっぱ気性にちょっと注文はつく馬かなとは思いますね、コントラチェック。なので、コントラチェック、ね、馬主サイドからどういう指示がレーン騎手に出てるかっていうのもあるんですけど、絶対に行けっていうふうにも言われてるかもしれないし、で、ジョディの方のね、武藤雅騎手もね、G1 多分初騎乗なのかな。まだ若手のジョッキーですしね。この馬に関してはもう陣営がとにかくこう乗れっていう風に言われたらもうそう乗るしかない気がして、この馬も絶対行けって言われたらもう行くしかないんでね。なんかとにかくスタートして、両方ともスタートね、後発から先手奪うような展開になったら、結構、1コーナー結構ね、いいペースで入っていくんじゃないかなっていうのが僕の予想で、少なくともこのオークス、緩いペースの、だるいペースの、スローな競馬にはならないと思いますね。で、今見てると一番人気が、ラブゾンリユーなんですね。コントラチェックかと思ったんですけど、ラブゾンリユー一番人気ってことで、この馬のレースも過去3走全部見たんですけど、白菊賞、岩田騎手で臨んだ白菊賞は思いっきり引っかかってるんですよね、この馬。1006でかかってて、で、前走はって言ったら、前走の忘れな草賞は、かかってはいないんですよね。今度はデムルクシでしっかり折り合ってるんですけど、今度直線向いてね、ハミがどうもね、入んないみたいですよ。なんか、多分そう、デムーロク氏が結局ステッキ一発も入れられなかったんですよね。ハミを何回も何回も何回もかけ直して、かけ直して、で、かけ直してるうちに、こう、グッ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 と入ってくるから、こう強く入ってくるので、馬の首をこうって引き上げてれば、ね、引っ張って引っ張って引っ張ってるうちに入ってくるんで、それで馬もグッと、こう、まあ、奥歯でグッと噛むみたいなイメージですよね。グッと力んで、まあ、加速して3馬身差ってことでね、ハミをかけ直してかけ直して、ちょっとね、苦労してましたけど、まあ、能力の高さは証明しましたよね。東京直線長いですけど、ちょっとかかるところもあるみたいなんで、この馬は逆に後ろから行く気がしてるんですよね、デムーロク氏ね。デムーロク氏、今年の春はひたすら難しい馬ばっかりですね。アドマイヤマーズとか、エタルヨーとか。やたらに乗り難しい馬ばっかりのデムーロク氏ですけど、
このレースは13番ってちょっと外目なんでね、僕は結構下げる気がしてるんですよね。で、まあ、全馬を取り上げることはできないんですが、今僕の頭の中でこう描いている展開っていうのは、まずペースはそこそこ速い。そこそこ速くて、コントラチェックが、気分よく逃げられた場合って、これ後ろの馬相当きつくなると思ってます。コントラチェックは、フラワーカップのね、勝ち方がやっぱ余裕あったみたいに、この中では割と2400メートルいけそうかなっていう印象ですね。一番2400に適性がありそうなのはクロノジェネシスなんですけど、まあお父さんがバゴってことでね。次に適性がありそうなのはアクアミラビリスなんですけどね。ビクトアルピサノコですからね。ビクトアルピサノコ今回3頭出るんですよね。で、ダイワメジャー3区も3頭。ディープインパクト3区が4頭ってことで、何が言いたいかというと、ビクトアルピサこの年繁殖牝馬多分相当営業かけて集めたんだろうなっていうのが想像できるんですよね。一気に集中してるんで、でもっと言うとね、ラブズオンリーユーじゃないや、コントラチェックが一回負けた相手、サフランショーで負けた相手レッドアーネモス、この馬もビクトアルピサの子だったんですよ。ということでビクトアルピサこの年は間違いなく当たり年ですね。この3歳世代が、おそらく営業で相当力入れた年の子供たち、質の高い繁殖牝馬がかなり集まってるっていうふうに僕は思うんですね。なので、僕はね、やっぱり、ビクトワール・ピサ3区、この中で1頭も来ないとはちょっと思えなくて、戸崎騎手のビクトリアもね、前走のフローラステークス、すごくいい競馬でしたし、で僕がずっと応援してるアクアミラビリスもね、馬体重がせめてエルフィンステークスの418キロまで戻ればなっていう風に思ってるんですよね。前走がマイナス10キロでね、ちょっと減りすぎっていう、まあそんな印象なんで、エルフィンステークス見直してみてもね、やっぱりこの馬搭載してるエンジンは相当いいエンジン積んでると思ってるんでね、15番人気まで人気下げてしまいましたけども、当日馬体重ね少し戻してきてて、やっぱり気配がね良ければ、この馬もまだまだ捨てるには早いなっていう風に思うんですよね。ただまあデムール騎手からちょっと藤岡雄介騎手に乗り代わりではありますけれども、久永騎手のビーチサンバも桜花賞はね強烈にかかってましたね。そしてビーチサンバに関してはその前のクイーンカップが今度爆裂で遅れっていうように、ビーチサンバね、ちょっと僕は穴馬として少し注目したいなって思いました。年明け一度もまともに競馬してないですね、この馬。出遅れてみたり、思いっきりかかってみたりっていう感じで、しっかり五分でスタート出て、パッツリ折り合ったっていう競馬をまだね、披露してないんですよ。で、特に前走結構ひどいかかり方だったんですけど、それでも5着に残ってるみたいに、この馬能力上位だと思いますね。で、やっぱりオークスは前走桜花賞で構想した組っていうのが結構上に来ます。やっぱり能力がそもそも高いので、距離適正なくても能力でやっぱりここは来るんですよね。僕が思い出のオークスっていう動画でお話ししたファイトガリバーみたいにね、2400m は明らかに長いって言われてても、ジョッキーの工夫と、アイディアでね、 2400m、エアグループに負けましたが2着に来たみたいに、3歳の牝馬限定っていう条件なら 2400m に適性なくても能力の高さで上来ますから、僕はね、ビーチサンバ急遽ビーチサンバこの馬面白いなって思い始めました。そしてシゲルピンクダイヤは、コントラチェックがね結構軽快なペースで逃げた時に4コーナー回って10馬身以上離されたところから差し切れるとはちょっと思えないんですよね。強い馬が気分よく逃げてしまうと、ペース早いんでね、後ろの馬も追走の足使ってしまうし、もっと言うと、もうスタミナに不安のある馬はもうずるずる3、4コーナーで脱落してしまうので、このオークス結構厳しい競馬にはなりそうだなっていう、ペースも早いし、コントラチェックが本当に気分よく前行ってしまうと、一番人気のラブゾーンリユーは、ちょっと
ね、後ろでのんびり構えてると、まず捕まえきれませんよね。それはシゲルピンクダイヤも一緒で、後ろからの馬は、コントラチェックが、スイスイ逃げてしまうと、3、4コーナーかなり、早い段階で動いていかないと、捕まえられないですよ。フラワーカップの方から見ても、あの馬は結構スタミナもある感じがします。折り合い次第なんですけれども、コンタラチェックを、楽に行かせてしまっては、後ろは届かないと思いますね。ダイワースカーレットの引退レースの有馬記念みたいにね、誰も行かないと。誰も競りかけていかない、誰も鈴つけないで気分よーく逃がしてしまうと、そりゃ行かれてしまいますよね。能力は上なんだから。コントラチェックもね、誰も鈴つけないで短期でね、一人旅させてしまったら、多分行かれると思います。どの馬か、どの馬かって潰しに行くのは一番人気の役目なんで、この場合やっぱりラブゾンリユーが後ろ過ぎない位置からね、コントラチェックをやっぱりマークしに行かなきゃいけないと思うんですよね。だからラブゾンリユーはね、コントラチェックがね、気持ちよく逃げた以上は、結構前も捉えに行かなきゃいけないし、かといって後ろから、さらに刺されてもいけないしっていう、デムーロ騎手結構ハンドリング難しくなる気がします。騎乗も難しいし、位置取りも難しい気がするんですよね。このオークス、楽な競馬には決してならないですね。ジョッキーの位置取りとか仕掛けどころがかなりものを言うレースになると思います。それもこれも全部ね、ジョディとコントラチェックがどっちが鼻叩くのかっていう、そこ次第なんですけどね。ジョディが鼻叩くようだと、コントラチェックちょっと、もしかしたら、競るかもしれないですよね。サンフランシスコを見る限り、前に馬行かれるとね、ムキになるような感じがあるんで、で、特に今年の富士サーキュー車はね、レイデオロもかかる、グランアレグリアもかかるでね、富士サーキュー車の馬、偶然かわかんないですけど、ひたすらかかりますよね。かかるぐらいの気性だから走るわけですけど、コントラチェックも一歩間違ったら暴走してしまうような気がして、ジョディとの兼ね合いが本当に注目です。1コーナーまでね、どっちがコーナーで先手取るのか、ここが勝負の、ポイントだと思います。はい、っていうところで、オークスなんですけど、おそらくハイペースになると思います。で、コントラチェックがもし逃げることになった場合、やっぱり一番人気のね、ラブゾンリユーがチェックに行かないと、スイスイ行かしたらもうそのまんま行かれてしまうと思いますね。しっかりマークする馬が、ある程度競りかけて、後ろからプレッシャーかけないと、本当に、もうワイヤートゥワイヤーの可能性高いですね。能力は間違いないですし、折り合いさえバッチリついて、もう気持ちよく逃げちゃったらそれまで、もうそれで、他の馬は多分ね、手が出ないような、そんな競馬になっちゃう気がしてるんですよね。なので、ジョディとコントラチェックの1コーナー争いすごく楽しみですし、あと、やっぱデムーロ騎手のハンドリング、ものすごく難しい競馬になりますね。多分デムーロ騎手が1人だけ圧倒的に難しい競馬をすることになりそうな気がしますね。で、ノーワンの酒井隆成騎手、あるいはジョディのね、武藤雅騎手、若いジョッキー2人乗ってるのはすごく嬉しく思いますし、武豊騎手もね、シェーン・グランツで、虎視眈々と、勝ち負けできる馬に乗ってると思うんで、その辺、注目したいです。はい、ということで、オークスのレース展開、いろいろちょっと、考えてみました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。レース解雇もやりますんで、よかったらそっちもご覧になってください。どうもありがとうございました。バイバイ。